チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯のデザート、晩ご飯のデザートちゃうわ、晩ご飯の後のデザート、富士屋ルックチョコレート、大人の楽しみ、たしなみ、楽しみ、はい、カフェバリスタ、-196°C 凍結粉砕製法のアラビカ種コーヒー豆 100% 使用、コーヒー生豆換算 0.29%、 写真はイメージです、というなんかね、ちょっと、ね、大人のルックを子供と一緒に食べたいと思います。はい、カフェバリスタ、細かく砕いた、焼きクレープ、ミルクチョコレート、ブラジル産アラビカ豆を加えたカカオクリームって書いてあるので、は食べたいと思います。なんかパッケージとは違って緑、パッケージの、ね、ルックとかいう字が緑でね、メタル緑で綺麗、なんか再生された急にテレビが、あの Wii U でなんかやってて、勝手になんかボタン押したみたいで、テレビが Wii U に切り替わったんで、 Wii U に電源入っとって、あ、でも部屋置いただからちょっと溶けてる一人4個ずつ、ではいただきます。あ、おいしい、うん、うん、コーヒーチョコや、おいしいわ、おいしい、これミカル欲しい、ちょっと待って、そっち持ってかんといて、溶けるからテレビ食べながらよ、まあええけど、ヨゴさんと一緒に、落ちる、落ちる、なんかね、お布団の部屋のところで今遊んでんのよ、お坊さんといてな、お坊さん取れな、あ、ほったら、うん、これでまたボタン取れた、うん、どう終わってんのかな、全部塗っといた方がいいかな、また今日塗ろう、はいということでね、うん、なんかね、うん、中サクッてするやつがあるね、あ、カカオクリームに細かく砕いたコーヒー豆が入ってるって、おいしい、これ、うん、これです、多分ね、セブンで見つけてた気がするな、これは、うん、おいしかった、はい、はい、ということで、あちゃんの今日の晩ご飯の後のデザート、ルックカフェバリスタチョコ、あと2個残ってるけどゆっくり食べたいと思います、はいでは、ではってまだ7時40分やねんけどね、うん、何しようかな、何するか決まってないんだけど、今日もいっぱい楽しみます、ではまたね、バイバイ。